ちゃんいらっしゃい、命の誕生。この時間は沖縄市三里にありますアイリディースクリニック協力のもと、お産の瞬間を録音して放送するコーナーです。命の誕生の瞬間はとても感動的。お産がもっと皆様にとって身近なものになればと思い、アイリディースクリニックスタッフさんが録音してくれた音楽を今日も放送いたします。今日も3人のお産の瞬間を皆さんにお届けいたしますので、どうぞ楽しみにしててくださいね。さあ、それではご紹介しましょう。1人目です。匿名希望さん。スタッフさんの可愛いねというコメントから始まります。可愛い鳴き声が聞こえます。コメントはパパですよ。待ちに待った2人目ということで嬉しさがにじみ出てます。それでは皆さんお聞きください。可愛いね、おめでとうございます。待ちに待った2人目だったので、本当に、感激しています。今もほっとして、でも上の中とも、上の子とも仲良く、家族仲良くやっていきたいなと思っています。おめでとうございます。女の子の赤ちゃんが生まれたそうですよ。さあ、やはりパパのですね、本当にこの2人目ということで嬉しさがにじんでましたね。さあ、続いていきましょう。続いてはですね、続いても匿名希望さんでございます。無事に出産して赤ちゃんとの握手、ママの嬉しそうな声が聞こえますよ。元気な鳴き声を聞かせてくれて院長先生もほっとしているようです。コメントはパパです。それではどうぞ。赤ちゃんに会えるよ。赤ちゃんに会えるよ。もうすぐ見えてきてますよ。赤ちゃんの手にぎにぎしますよ。握手するよ。下がる、下見て、あ、はい、下見て、はい、行きますよ。はい、両手、はい、握手、握手、はい、おめでとうございます。おめでとうございます。よいしょ。じゃあパパから一言お願いします、はい、やっと会えることができました。ありがとうございます。おめでとうございます。同じく女の子の赤ちゃんが生まれたそうです。おめでとうございます。いいね、素晴らしい。はい、無事ね、泣いてくれて、本当に院長先生がね、ほっとしているね、お声も入っておりましたけれどもね、よかったなと思います。はい、さあ続いて、今日の3人目のね、ご紹介をさせていただきましょう。さあ、今日もですね、これ匿名希望さんです。パパやスタッフさんに見守りながら、頑張って出産、可愛い泣き声を聞かせてくれた赤ちゃん、パパがママに大丈夫、頑張ったねと声かけしています。コメントはおばあちゃん、おばあさん、いとこのお兄ちゃん、最後にパパです。愛情が伝わる素敵な音源となっています。それでは皆さんお聞きください。可愛い顔してるね。一言お願いします。おばあちゃんですよ。なんて言ったらいいのかな。また楽しく遊ぼうね。はい、はい、ありがとうございます。
おばさんになるのかな。ですかね。おばさんですよ。おめでとう。が、家族で仲良くしようね。はい、誰に言ってるの？赤ちゃん。うん、メッセージする？ソータだよ、ね。いとこになるか。ソータだよ。うん、そうだよ、そうだよ、おめでとうね。仲良く遊ぼうね。仲良く遊ぼうね。はい、ありがとうございます。はい、もらいましょうね。もういいですか。ベビーちゃん、生まれてきてくれてありがとう。パパも石垣から毎日通っていたの分かりましたが、大事に育っていくので、よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。おめでとうございます。男の子の赤ちゃんが生まれました。なんと最後のパパ石垣から通ってたということで、すごいね。本当に待ちに待った、はい、待望の赤ちゃんだったんだね。はい、本当に素晴らしい。しかもお名前がまだ決まっていないようで、ベビーちゃんと呼んでいました。今頃きっと素敵な名前をつけてもらったんでしょうね。さあ今日は3人のですね、赤ちゃんいらっしゃい、命の誕生、聞いていただきましたが、いかがでしたか？感想なども FM ミタンの方にお待ちしております。さあ最後はアイリディスクリニック院長、北条先生のですね、インタビューを皆さんにご紹介いたしましょう。それではお聞きください。はい、こんにちは。はい、こんにちは。政治派、社会派番組です。まあ今回はちょっと、はい、あれなんですけれども、LGBT、はい、性的少数派の話題というか、の話について伺いたいんですけれども、そうよね、まあ、はい、今少し時代はね、そういう人たちを認めていこうっていうね、うん、そうですよね、うん、全然まあ、それはそれで、まあ、保守の人にはちょっとあれだろうけどね。じゃあその中でやっぱこう例えば、ね、女性同士の場合、ね、はい、どうしても子供欲しくても性じゃないとできないしね、うん、先ほど先生ちょっとポロッと言ってましたけれども、うん、この女性ホルモンをうちに来た人がいたと、うんうん、そうね、やっぱ性同一症、はい、まあ要はね、僕は男、格好は見た目は男だけども、うんうん、私はもう女性だとね。あ、でまあそれを、まあ、親も認めたから、うん、女性に なっていきたいということでね、うん、女性ホルモンの注射をしていたね。あ、その方は、うん、出産をしたいというわけではなく、うん、女性ホルモンの注射をうちにアイレディスクリニックに来たということですか。そうですね、打って、まあ、女性化していきたいと、まあ、まだ未成年だからね、まあ、成人すれば多分そういう性転換だったりね、そういう手術を、まあ、自分のあれで受けようということでしょうね、うん、もう要はそういう自分は女性だから、うん、男性に囲まれた中にいるのがもうできないのよね。そこに、うん、ね、うん、男に上条さんがさ、はい、男4学校のクラス39人と、はい、女性1人だったらドキドキするでしょ。あー、人によりますね。いや、まあこの子はだから ね、 そ、 ね、それが嫌だった。そうですよね。同じ自分は女性だから女性として入って、その輪に入ってきたわけ。あ、そっか、女性として見られたいという。そうそう、あ、うん、好きな人がハーレムウキウキじゃなかったね。そうですよね。もっともっともっとね、うん、そうですよ ね、 そうね、まあなね、その女性同士がレズだったり、ね、そのゲイだったりがね、やっぱり、うん、ダメって言ってもどうにもならないし、それはね、うんうん、それはもうその人のそういうね、だから受け入れて、まあまあ、あとはね、その産婦人科としてはそうやって女性同士でも、うん、あるいは男性同士でも子供が欲しいというね、うん、やっぱり気持ちに結婚すればなるからね、はいはいはい、それを手助けができるかどうか。そうなると例えばね、その精子バンクね、うん、アメリカでやっぱほら結構発達してるでしょ、はい、白人で身長何センチ以上とかさ、その精子のね、人のキャリアが書いてあってね、自分の好みの精子を受精させてね、子供を作るっていうね。あ、じゃあ日本人の女性からこの白人の子供が生まれるっていうことが、うん、まあありえるよね、うんうん、そういうのね。まあ僕のところも一回来たのよ、ベースだったと思うけどね、はい、どうしても子供欲しいと、で、まあ
たあのその時はね日本に僕も政治バンクで沖縄には実際ないから、はい、空輸でアメリカから精子が来てそれをあの人工授精させてねあのその後どうなったか分かんないけど、うん、多分来ないってことは妊娠した可能性あるけどね。これは日本人同士いや女性あの女性と女性同士そうそうベースの、まあ、外人だけどね白人同士だったかな確かに。日本人の女性の中に、うん、お腹の中にこの白人の精子が入ったとしても、うん、生まれてくるのは白人の方なんですか。いや分かんないですよ。どっちが強いから出るか、この性どころか、うん、国籍も全部、うん、この関係なくなりますな、うん、世界は。そうね、まあでもさ、まあ、やっぱりあの不妊治療でもねタイミング、うん、あの人工授精とかいろいろやってるけど、まあ、僕もね、はいはい、でもやっぱり基本はお互い好きな人同士ね、うん、つまり男女がやっぱりそれでできる子供がやっぱりね、そうですよね、うん、いいと思うから、そのなんていうかなメニューのようにこう選んでね、うん、あのそのやるのはねあくまでもまあそういう事情があってね、うん、その自分たちの力では赤ちゃん授かれない人ね、例えばすいませんレズだったりゲイだったりねバイだったりね、そういう人たちに提供するにはいいかもしれないけどもね、うん、普通のあるいはもう結婚はしないけど子供が欲しいという女性がねやっぱ最近ね、そうすると、まあ、あのそういう精子バンクを利用して、ね、そういう方もいらっしゃるようだけどね、それでもまあねあのまあ子供ができるんであればね、うん、僕は全然いいかなっていう気はするけど、まあ産婦人科だからちょっとねそういう子供ができればいいやって思っちゃうのかもしれないけど、あいやいやいや、うん、いろんなこの複雑な思いが、うんうんきっとあるんだろうなと思うんですけれども、うん、さあ続きはですね来週もこの時間後半をお届けいたしますので、院長先生のですねはい、こちらですね、ご紹介しましたけれどもいかがでしたか。感想などもありましたら FM タンの方にですね、ぜひ、送ってくださいね。よろしくお願いいたします。お母さんの幸せそれは家族の幸せ、アイリディースクリニック、アイリディースクリニック、このコーナーは、お母さんの幸せそれは家族の幸せ、アイリディースクリニックの提供でお送りいたしました。また来週この時間楽しみにしててくださいね。